俺の考えたブリューム。はい、どうも、これです。今回ですね、まあ、いろんな告知の方来ましたんで、まとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まずお知らせの方にですね、こうやってありますね。まあ、書いてある内容は、PC ともう、全く同じですね。まあ、一応まあ、読み取れてない部分とかもあると思うんで、その辺を重点的に見ていこうと思います。まあ、向こうの方で、まあ、共催みたいな感じで書いてましたんで、まあ、一応ね、ゴーゴーフェスの続きするっていう、まあ、画像ツイートもされてましたけどね、公式が。はい。な感じになってますね。まあ、ほとんど話したことかな。まあ、一応あと、悪玉ドライブの方ですね、日本の方しないのかなと思ったら、やるみたいですね。日本国史にこうやって、日本語版のあれが書いてあるってことは、例えば2日からしてくるかなっていうところで、2日ガチャ2つ実装ってこと、悪玉ドライブとよくわからないやつ2つ実装するんだ。やばいね本当に。お得パックでお茶にごそそれでいいっしょ。まあ、一応ログインだけでガチャもらえるみたいなんで、まあいい、それでいいっしょ。それで満足できますよ全然。で、50連で、金木の一生か、まあ、金獣確定のガチャも同時に開催ってことは、これ3つするってこと。ガチャやば、2日から3つ、やばすぎるでしょ。あとはショップの方更新が来るってなってまして、まあ、銀河ガチャの方に新しい車永遠のね限定色が入るってなってますね。永遠なんだ。まあ、限定色だからですね。等級がまあ俺幕よりも上とかそういう仕様じゃなかったら、まあ、別にまあ妥協車って感じですよね。あとはウィークエンド頂上決戦スタートというわけで、週末の7時から11時の間ですね、夜試合の方参加するとドン勝した場合に報酬があるっていうのが出ますね。はい。どういうことなんかな、通常なのか何なのかわかんないんですけど、ね、まあ、でも通常か、ドン勝報酬だったら団体の下にあるんでわかんないですね。こればっかりはちょっとあふれこないと、どっちのニュアンスなのかわかんないです。ちょっとログインしましょうかね。一応ナビの方にですね、こうやって NGP 会員日の、まあ、イベントの方はですね、新しく来ているっていう。会員日って言っても25過ぎてるからね。だいぶ過ぎたから、もう終わってるんですけれど。まあ、一応1日の方にですね、参加ボタンを皆さん押せばいいと思います。メールの方も多分順次来ると思います。読まなきゃいけないんですけれど。はい。今回も、まあ、会員日のチャージ特典があるというわけで、このリンクの方を押して、金券課金することによって、まあ、いろいろ特典があるっていう。今回も別に、定額の部分に特典がないからね、証拠をもらったところでって感じですし、これまあ、使う意味あんまねあと会員日ミッションがあるっていう風になってるんで、まあ、とりあえず参加ボタン押しときゃいいっすよ。ミッションは別にせんでもいいと思いますけれどね。まあギフトボックスなんで金額が出るんですけれど、確率低いからですね。あと NGP の春季限定パックがあるんで、とりあえず皆さん参加ボタンだけ押せばいいっす。あともうするかどうかってのはもう個人個人の勝手で、参加ボタンだけ押しときゃいいっす。さあこれね、コアチャンプパック、こちらも日付回ったら開けれるようになりますよ。あ、今回った、今回った、今回ったけど開けれなくないか。開けれないですね。今回りましたか。日付ね。リログ戦でいけんのかな、これ。これで戻ってきましたけれど、日付は回ってるもんね。これで、いける？無理じゃん。開けれないじゃないですか。開けれませんね。まあ、アプリで来てが中身実装って感じなんでしょうね。はい。まだ中身の方は決まってないっていう感じだと思いますよ。楽しみですね。まあ、今日の多分10時回って以降、多分開けれると思いますんで、その時を待っておきましょう。はい。ということで、今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、はからない疑惑という衣装、パンチラしまくりで草と、結構最近そういう服多いっすよね。下が見えまくる。そんな感じの服ね。ドレス系の服は基本的になんかスキャンするとめっちゃ見えまくるんで、まあそういうところでも釣っていこうみたいな。ね。そういうパンツは OK みたいなスタンスですもんね。なんか、よくわかんないですよね、中国の規制って。単純なパンツはダメだけれど、そういうのは OK みたいなね。どういうところにその線引きがされているのか、全くわからない感じですけれど、一応まあそれはOK っていう感じに現状はなってますよね。はい。でもまあドレス系が多いんで、ドレス系のほぼ全部パンチ出しますからね。どういうゲームなんだっていう。で、次ですね。補給勲章1個のみを消費して回せるガチャやったらいいガチャとか言ってるけれど、本来はそれが普通だと思うよと。うん、それが普通っすよ、本来は。全く納得いかない。うん。で、僕はもう毎回ね、一応まあ回しとくかと思って回しますけれど、相当不満ですよ。相当不満げに回してると思いますし、めちゃくちゃね、ボってるなって思ってます。うん、そのタイプのガチャ。いや、これマジ回す意味あるんかっていう風に毎回思ってますし、まあ、言ってる時は言ってると思うんですね。マジで納得いかない。そのタイプのガチャ。ねえ、ガチャと言えるのかみたいな。ねえ、高いしさ。だって一回だって最終的に数千金券ぐらいになるでしょ。お金で換算したらだってね、2000、3000、4000ってなるわけじゃないですか。たった一回ガチャ回すのに。高すぎる。バクがあればいいっすよ。その分ね。例えば、確定でオレンジのね、星マントみたいな、ケツマント出ますよ、みたいな風になってるんだったらまあいいと思うんですけど。別にそういう特典があるわけでもなく、全然納得しないっす。うん、そもそも小屋行動のそのガチャのスタンス自体に納得してないです。集金スタンスと、まあ、そのバグとか不具合の、まあ、修正感覚、全然比例してないんで、全然このゲームには納得してないですね。まあ、一応実況してるんで、回したりとか、話したりとかしますけれど、どうなんて、まあ、思ってるし、まあ、言ってると思うんで、わかると思います。
で、次ですね、新しい白いドレスみたいなやつ、見た目は可愛いよ。でも飽きたよと。ね、あのタイプの服好き、多すぎるんだよ。マジで多い。めちゃくちゃ多いんですよね。あのタイプの服。多すぎる。全部同じやんっていうね。全部同じ。マジで全部同じ。ね、変わり映えがない。色のパターンも同じっていうね。ピンクだって3回とか4回ぐらい続いたっしょ。もういい。ね。それ以外ないんかっていう思いますよね、本当に。それ以外ないのか、ね。まあ、薄着は使えないからね、親子丼で。だから中国のゲームって基本的にその肌の露出が多い服っていうのを、まあ、能動的に多く作れないんで、まあ、そこら辺はちょっと仕方ない部分はあるんかなとは思いますけれど、他なんかないんかっていうね、マジで。まあ、これちょっと思いますね。なんか学生服の好きみたいな。そういうのなんかパターン増やしていいと思いますけどね。日本のなんか高校生、女の子のその制服っていうのも、なんかいっぱいあるでしょ。可愛いって言われてる高校の、まあ、制服みたいな。まあ、全部パクって全部使いましょう。次は制服。制服意外とないからですね。こういうコードにある制服って、なんか、ヤンキーの改造制服みたいなやつか。まあなんか、コスプレ感の強いやつとか、日本にあんまないパターンの服ばっかりなんで。まあ日本にあるパターンの制服、まあこれ持っていきましょう。でも連発はもうしないでください。まああと、パターンとしてまだあまり多く使われてないのは、まずそのメイド服とか、この間まあメイド服のガチャとかありましたけれど、まああれでもまだパターンいっぱいありますもんね。メイド服でも、まあこの間実装されたメイド服はどっちかっていうと、まあ実用的なやつですけれど、もうちょっとなんかコスプレ感の強いですね。メイド服。まあ実際そのレイヤーとかが着てるメイド服とか、まあそこら辺参考にすればまだまだ全然パターンあると思いますね。まあそれこそオタク文化関係のそういうね服回りっていうのは基本的にパターンめちゃくちゃ多いんでデザインこだわってるやつが多いですからそこら辺も参考にすればまだ作れそうですけどね。ドレスはマジでパターン同じだもん。うん、本当に全部使ったぞって感じになってますよね。あと使ってないやつで言うと何があるかな。いや難しいな。使ってないパターンの服スキンで言うとゴスロリですね。この間も言いましたけれどゴスロリ系のスキンはコアコードマジで少ないんで、まあゴスロリも多いよパターン、マジで。まあ、ゴスロリの中でも細分化していきますしね。まあ、基本的に少ないんで、そこら辺参考にすれば結構、まだまだパターンは使ってないところで増やしていきそうな気がしますけどね。まあ、中国の規制的にね、その、使えるパターンってのが減っちゃってるってのは、表現のパターンが減ってるってのは正直もあると思いますね。まずその先ほど言いました通り、まあ、露出の多い服ってのはダメなんですね。露出の多い服ダメなんで、なかなかそこで、かなりですね、使えるものってのが限られてしまうっていう。丈の長い服スキンっていうと、まあ、どうしてもまあ、ドレス系が楽な感じのパターンにはなってしまうってのは、まあ、これは正直あると思いますね。まあ、その豪華さを出すプラス丈の長いものっていう風になると、まあ必然的にそのまずドレス系になってしまうっていうのはこれしゃあないと思います。でもう一つですね、もう一つがその男性は男性らしい服、女性は女性らしい服じゃないとダメっていうね。まあこれはね、まあその中国の方では同性愛っていうのがまあ禁じられてるんですよね。まあこれはもうほぼ法律でまあ禁じられていると言ってもですね、等しいぐらいの規制がされているんで、まあ基本的にその中性的な服スキンとかダメなんですよね。で結構この1年2年3年ぐらいかな、3年は言い過ぎかもしれませんけれど、1年2年ぐらいでまあコアコードに実装されたスキン。中性的なスキンっていうのはコラボレーションを除くと本当にないと思うんですよね。まあコラボはそれしゃあないんですよ。コラボはまあそういうものですよっていう風になってるんでいいんですけど、その作品の日本の作品のそんな感じなんでまあまあって感じなんですけれど、まあ、通常の服スキンとかに関してはそういうものはちょっと認められづらい傾向にあるんで、ですのでどうしてもその表現のところですね、まあ、規制がある分できるもの作れるものってのがすごい限られてしまうっていうのは正直あるんですよ。で次ですね、ストーリー知らないけれどコラボ先の左下の女の子のスキン出たら欲しいと。そうですね、まあ、女の子可愛かったらそれでもバンジオッケーみたいな。男はどうせ再現できんし、まあ、そこはまあガン無視で、まあ、それプラスなんかねキルボイス付きの服とかあと銃とかそこら辺があれば満足っすよね。まあ、ない部位でのキルボイス付きのやつとか M4 とか M4 ないよね。こいつ付きはね、キルサウンドエフェクトあってもキルボイスはないよね。確かなかったよね。僕最近ちょっと増えたからさ、キルボイス付き俺もなんか全部把握できてない部分があるんですけれどね、キルボイス付きのまあ、銃が増えるかまあ服が増えるかねパターンでがあったらまあ全然文句ないっすよね。男の声がいらんす。女の子の声でお願いします。